SD-KFZ-233 は第二次世界大戦にドイツの総合捜索大隊に火力支援車両として配備された八輪重装甲車である。ドイツ陸軍に配備された装甲車の最も大火力の武装は威力偵察に用いる2センチメートル機関砲だった。しかしこれは東部戦線において対戦車戦闘や火力支援には全くの威力不足であるとして 問題となった。そこで SDKFZ26030 走行無線車用の車体を用い、上部構造物をつけずオープントップとなった戦闘室に7.5センチメートル砲を搭載し、火力支援用として開発されたのが SDKFZ233 である。操縦主席前面走行の右側をカット、 突撃砲用の24口径 7.5cm 砲、ストック37と砲が SFLZF1 照準機はそのまま流用され、砲の旋回角は左右角12度ずつ、不行角はマイナス10プラス12度であり、これは火力支援用装甲ハーフトラックである SDKFZ251Q の前期型と同じ搭載方式だった。 砲手を守る棒立ては、手砲前面にのみつけられていたが、後に、側面上部装甲板が追加されている。搭載された 7.5cm 砲弾は、榴弾、鉄鋼弾、成形作薬弾の合計32発であり、副武装の 7.92mm 機関銃 MG34、または MG42 の弾薬が1500発、9mm 機関。 単純 MP40 の弾薬が192発であった。上員は、社長兼総天主砲手総縦手の計算名。SDKFZ231 重、走行偵察車シリーズと、車体寸法は変わらないが砲塔がないため全高2.25メートルと低くなり、戦闘重量は8.58トンと若干重くなっている。 アドリア海沿岸の村を通過する SDKFZ233 本社はエルビンクのシヒャウ社で生産され、1942年10月に SDKFZ263 重走行無線車から10両を改造、同年11月から年末までに9両、さらに1943年に100両の計119両が生産され、 車体製造番号は85,615から87,267である。SD-KFZ-260-30 走行無線車改造の重量は、全面走行圧が 18mm だったが、以後の量産型では 30mm に強化された SD-KFZ-231-232 同様の新車体となり、 エンジンも180馬力の出力増大型に変更されている。後に本社の後継として同じく24後継 7.5cm 方を搭載する SD-KFZ234-3 が開発された。ありがとうございます。